こんにちは、下川でございます。私のサロンは、ガチガチ専門店なんですけども、最近ですね、ガチガチさんじゃない人もね、たくさん来られるんです。で、今日も今朝もそうだったんですけども、入ってこられて新規の方なんですけどもね、ガチガチじゃないけど施術してくれますかっていうことでね、入ってこられるんです。で、もちろん OK なんですよね。 OK なんです。で、施術するんですけども、で、いろいろお話ししてたらね、いろんなことが見えてくるんですよ。で、その方はね、あまりそういう、マッサージとか施術関係には行かないそうなんですけども、まあその方がおっしゃるにはね、やっぱりそのガチガチ専門店っていうのがなんかこう、なんかしっかりしてくれそうな、ちゃんとしてくれそうなっていうイメージがあるそうなんですよ。で、まあ、ガチガチ専門店というのはね、まだここにしかないんで、まあ、特別感がきっとあるんでしょうね。そういうふうにおっしゃってました。で、気にはなってたけども、こうやって実際入るまでかなり勇気がいったそうです。何ヶ月、もう半年前とかから気にはなってたそうですね。もっと長い人やったらもう1年前、2年前から、気にはなってたという方がいらっしゃいますね。うん、でね、まあそういうこともあるんですけども、まあその話を聞いてて入りづらいっていうことでね、まだその入りづらい要因としてはまだあると思うんですよ。それはやっぱりね、受付問題ですね。受付って非常に大切だと思います。それは前から分かってるんですけども、ここはね、私一人じゃないですか。で、やっぱ受付にね、可愛い女の子でも正しとけば、それはもう入り安さが全然変わってきますよね。私だってそうですよ。他の店こう見てても入り口に、女の子が立ってる方が入りやすいです、ね、例えばこんないかつい、スキンヘッドのヒゲ面のこうガタイのいい人がドーンと立ってたら、やっぱりあってちょっと思うじゃないですかね。まあきっとその人見かけじゃ判断しちゃいけないんですけども、やっぱりそういうのがあると思います。だから私もそうですよ。だから男の人でもいいと思うんですけど、ジャニーズ系みたいなね、一番いいのはそういう感じのふわっとした感じの雰囲気の人が立ってると一番入りやすいと思うんですけどね、私みたいにこのゴリラ系の人間が立つとですね、やっぱり何にも知らない人は入りづらいはずです、間違いなく。で、私はずっとね、ここに座ってたり立ってたりしてるわけじゃないですね。空いてる時間あったら後ろのね、事務所に入って、まあ、作業したり鼻くそほじったりしてるわけですからね。で、そうここを誰も座ってない立ってないっていう状況も多々あるわけなんですよね。うん、やっぱり誰もいないってなると入りづらいでしょうね、きっとね。ですんでね、まあ受付もそうなんやろうなとは思いつつやってます。でもね、受付を増やしたりとか、そういう気はさらさらないんですよね。まあ、ある一定のね、今のところお客様についてもらってるんで、特に、不自由は感じてないんです。で、新規さんもバッてあんまり来られてもね、他のお客様にちょっと迷惑かかるんで、ぼちぼちやろうかなという私の考えなんでね、スタンスなんで。それとね、私最近東京に講座行ったりしてるんで、ここ開けたりすることも結構あるわけなんですよ。でもね、こうやって一人でやってると、こう長期間開けたとしてもね、帰ってきて店開けるとやっぱり来てくれるんです。一人でやってるとね、特に、私を目開けて来てくれるんで、だからなんていうのかな、こう私完全のサロンですよね、ここはね。私一人でやってるんでね、だからもし何かあったとしても、ここの店に来てね、シャッターを上げて、店オープンさせれば、それなりにお客さん来てくれるんでね、まあ私の収入源といいますかね、人に任せることなく、私が何かあったとしてもここバーッとシャッター開けて営業すれば来てくれるということなんで、安心して戻ってこれる場所っていうことですよね。だからあんまり人増やしたくない、ここはね、そんな考えなんです。はい、でも受付はね、絶対に皆さんはやった方がいいと思いますよ。はい、でね、そうね、嫁はんじゃあ OK やとか言われるんですけど、いや奥さんと仕事するのもなんか違うじゃないですか。なんか僕はね、奥さんとは仲悪いわけじゃないですよ、仲はいい方なんですけど、やっぱり一緒に仕事するとなるとちょっと違いますよね。ちょっと違います。なんかこう気使ってしまって、こうお客さんとね、いつも通りやってたのがちょっとね、すぐそばに嫁はんがおったらなんか嫌じゃないですか。そんなんなんでね、私は完全一人がいいんです。はい、ということで、はい、でね、今月7月の奈良講座の受付は終了しました。
スケジュールが埋まりましたんで、7月の奈良講座は終了です。で次の受付は8月の受付になりますからね、奈良講座はね。あと東京はね、まだ7月1名空いてます。で9月もね、まだまだ空いてますんで、東京講座も応募してください。